2打席連続のホームラン、大城選手です。ありがとうございます。大城選手、初めての2打席連発、そして1試合に2本のホームランというのもご自身初めてでした。今どんな気分でしょうか。そうですね、まあはい、1本目は久しぶりに、はい、いい感触のホームランが打てて、はい、2本目も、まあ、なんとかツーストライク追い込まれてたんで、はい、なんとか食らいついてという気持ちで、はい、いい結果につながりました。まずその1本目ですが、追いつかれた次の回でした。非常に大きな1点になったと思いますが、そのあたりいかがですか。そうですね、まあはい、CC が本当に頑張ってたので、はい、まあ、いいところで打ててよかったです、はい。そして大城選手にとってはシーズンで初の2桁ホームランということになりました。ファンからも大きな拍手です。いかがですか。はい、一つ目標にしてたところなので、はい、達成できて嬉しく思ってます。言葉がありましたが、メルセデス選手の粘りのピッチング、本当にそこに応える2本のホームラン、そして猛打賞という結果でした。改めていかがでしょう。はい、7回のピンチの ところでも、しっかり自分の要求通りに投げてくれて、抑えてくれたんで、はい、自分も、まあ、援護になる、はい、ホームランも打ててよかったです、はい。残り50試合余りというところですが、ファンは次の一発というのも期待していると思います。明日以降に向けて一言お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。次からもいいところで、いい場面で、ホームラン打てるように頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。ナイスバッティングでした。大城選手でした。